平成30年7月26日、阿蘇市一宮町手野の国造神社で、平成最後のお田植え神幸式が行われました。お田植え神幸式は、通称、御田祭りと呼ばれ、農耕の神が稲の生育ぶりを見て回り、今年一年の豊作を祈るもので、阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財に指定されています。神社拝殿にて神事が執り行われた後、本殿から阿蘇十二神を乗せた神輿が担ぎ出され、日本神話の中で神々の道案内役を務めた猿田彦を先頭に、宮司の乗った馬、頭上にお羊を乗せた白装束のうなりなどが列をなし、およそ1キロ離れたオカリアに向けて進行行列が出発しました。オカリア周辺に広がる青田の前には多くの写真愛好家が待ち構え、阿蘇の夏の風物詩をカメラに収めていました。オカリアでのお田植え式では神様の食事が神輿の前に並べられ、打ち鳴らされる大太鼓を中心にうなり、獅子頭などが集まり、その周囲を神輿が回り、加代町たちは田唄を歌います。神官が神輿の屋根めがけて稲の苗を投げ入れると、参加者らもそれに倣い、次々と苗が投げられました。神輿の屋根に苗が多く乗るほどその年は豊作とされ、落ちた苗を田に植えると稲に虫がつかないと言い伝えられています。お田植え式の後、進行行列は再び国造神社へと戻り、再度神輿へ苗の投げ入れが行われ、神輿は本殿へと戻されました。